2024年10月5日最終戦の予告先発が発表され、新井監督が明言していた通り野村選手が現役最後の先発登板に臨みます。野村選手らしい抜群のコントロールと緩急を誓ったピッチングに期待したいの。実際何イニング任されるのか気になるところだったんだけど、ルーキーの滝田選手が4イニング、高田一選手が2イニングの予定で1軍デビューすることも決まっているみたい。そう考えると1回か2回短いイニングで交代しそうだね。2軍生活の中で滝田選手、高田一選手はしっかりと野村選手からアドバイスをもらってるそうで、特にベテランの試合に臨む調整方法などはすごく勉強になったとルキーたちは口を揃えて話していたよ。そんな野村選手の引退試合に登板が決まり、滝田選手、高田一選手は気合十分。両選手ともに今季は序盤から苦戦、制球を乱して甘く入った球を痛打される場面をよく見た印象だったんだけど、滝田選手はフォームの改造から好投も増え、先日は登板はなかったけど一軍昇格を果たしていた。1年間鍛錬してきたことをこの舞台でぶつけてほしい。3人とも期待しておるジョイ。ドライチ常広選手は一足先にプロ初勝利を挙げているし、最終戦野村選手からのバトンもしっかりと受け取ってほしいね。ということで、デビューが決まったルーキーのお話でした。